バレる。アリバイを証明する人が現れて、容疑者の疑いが晴れた。バレる。つい口が滑って、周りの人に秘密がバレてしまった。バラス。友人の秘密を他の人にバラしてしまった。すり替える。スパイ映画で、本物と偽物をすり替える場面にハラハラした。 ばらまく。財布を落として道にお金をばらまいてしまった。またがる。青年はバイクにまたがると大きな音を立てて走り去った。またぐ。ガードレールをまたいで車道に出る。貫く。ピストルの弾が私の肩を貫いた。覗く。 不審な男がうちの中を覗いていた。控える。出演者はステージの脇に控えて出番を待った。怠る。練習を怠るといい結果は出せない。逃れる。犯人は警察の目を逃れ、海外に逃亡したらしい。逃す。 もう少しのところで金メダルを逃してしまった。おもむく。救援活動のため軍隊が被災地におもむいた。つぐ。私は将来父の会社を継ぐつもりです。打ち切る。怒った部長は話を途中で打ち切って部屋を出て行った。作く。包帯がなかったので、 布を裂いて傷口を縛った。作<く>相談したいことができたので、忙しい課長に時間を割いてもらった。割り当てる。大会の実行委員は、それぞれに仕事を割り当てられた。見なす。言語能力は、人間の最も優れた能力の一つとみなされている。見抜く。 どんなに表面を繕っても、彼女にはすぐに本心を見抜かれてしまう。見極める。本当に価値のあるものは何か、見極める目を持つことが必要だ。見逃す。忙しくて映画館に行けず、話題の映画を見逃した。見損なう。昨夜は帰りが遅く、毎週見ているドラマを見損なった。 見出す。彼は10歳の時、有名な画家に才能を見出された。おだてる。課長は部下をおだてて使うのがうまい。ちやほやする。あの若いタレントは、ちやほやされてすっかりいい気になっている。けなす。一生懸命描いた絵をけなされて嫌になってしまった。 冷やかす。彼女とデートしていたら、ばったり会った友達に冷やかされた。もてなす。お客様をご馳走でもてなす。使える。責任感のない上司に使えた部下は苦労する。導く。コンサート会場の案内係に導かれて席に着いた。背く。 彼は親の言いつけに背いてギャンブルに手を出した。慕う。彼女は子供の頃から慕っていた男性とついに結婚した。察する。彼女の顔色から察すると提案は通らなかったらしい。告げる。彼女は長年付き合った恋人に別れを告げた。促す。 何度返事を促しても彼は何も言ってこない。委ねる。調査結果の詳しい分析は専門家に委ねられた。訴える。隣人の迷惑行為があまりにひどいので警察に訴えることにした。親しむ。彼女は親しみやすい人柄だ。挑む。 日本記録を樹立した野村選手は来月世界記録に挑む。仰ぐ。夜空を仰ぐと綺麗な月が出ていた。拝む。合格できるよう神社で拝んできた。葬る。古墳は古代の皇族、豪族を葬った場所だ。思い切る。 彼は歌手になる夢を思い切り、故郷で音楽の教師になった。悔いる。あの人は過去の罪を悔いて、今では人のために尽くしている。生きる。社会の不公平に対し生きった若者たちがデモを行った。嘆く。子供の死を嘆かない親はいない。 うぬぼれる。彼女は自分が美人だとうぬぼれている。もがく。海に投げ出されて、もがけばもがくほど水に沈んでしまった。相次ぐ。今年は台風の上陸が相次いで大きな被害が出た。出回る。2月なのに市場にイチゴが出回り始めた。 トム世界には富んだ国と貧しい国がある。群がる。地面に落ちたキャンディーにアリが群がっている。溶け込む。あの新入生はもうすっかりクラスに溶け込んだようだ。はみ出る。はみ出す。シャツの裾がズボンからはみ出ている。はずむ。 このボールはよく弾む。粘る。この餅はよく粘る。化ける。日本では狐は人間の姿に化けると言われる。しぼむ。朝顔の花は朝早く咲いて昼前にはしぼむ。たるむ。洗濯物を干すロープがたるんでいたので、 貼り直した。盛る。茶碗にご飯を盛る。儲ける。児童福祉課では、親の悩みに応えるための相談窓口を設けている。催す。海外の首脳を招いて、宮中で晩餐会が催された。閉ざす。この部屋の扉は、もう長いこと閉ざされている。 埋め立てる。海を埋め立てて空港を作る。要する。ダムの建設に要する費用は約500億円と見込まれている。優先する。今は家庭より仕事を優先するという人は少なくなってきた。遠ざかる。恋人を乗せた飛行機がだんだん遠ざかっていった。 遠ざける。歌を歌うときは、マイクを遠ざけたり近づけたりすると上手に聞こえる。浸る。温泉にゆっくり浸って疲れが取れた。浸す。湯に体を浸す。滅びる。古代文明の多くは滅びてしまった。滅ぼす。 カルタゴはローマ帝国によって滅ぼされた。栄える。古代エジプト文明は3000年にわたって栄えた。定まる。来週の役員会で今後の方針が定まるだろう。定める。来週の役員会で今後の方針を定めよう。なす。 駅前にはタクシーが列をなしていた。担う。役職が上がれば、それだけ大きな責任を担うことになる。とどまる。英国で内戦が始まったが、大使館員はなお現地にとどまっている。とどめる。バスの運転手は乗客を車内にとどめたまま自分だけ降り、 道にあった障害物を取り除いた。尽きる。貯金を切り崩して生活していたが、ついにお金が尽きてしまった。尽くす。行方不明になった娘を両親は手を尽くして探した。望む。そのホテルは海に望んで立っている。損なう。タバコの箱には、 タバコの吸いすぎは健康を損なう恐れがあるので注意しましょう、と書いてある。漂う。ふと見上げると、雲が空を漂っていた。満ちる。水が水槽いっぱいに満ちている。満たす。バケツに水を満たした。賄う。アルバイトで学費を賄う。 匹敵する。彼はまだ子供だが、大人の選手に匹敵する能力の持ち主だ。はびこる。手入れをしていないので、庭に雑草がはびこっている。陥る。円高により、A 社は経営不振に陥った。免れる。これだけ大きな失敗をしたら、 責任を免れることはできないだろう。勝る。うちのチームは攻撃力の点では相手チームより勝っている。帯びる。その花の色は青みを帯びた白だった。にぶる。最近練習を休んでいたので腕がにぶった。ありふれる。 この漫画はストーリーはありふれているが、絵が素晴らしい。さえる。冬の夜空に月の光がさえている。際立つ。成績優秀な学生たちの中でも、彼女の頭の良さは際立っていた。ずば抜ける。田中選手のテクニックは、チームの中でもずば抜けている。 バレる。アリバイを証明する人が現れて、容疑者の疑いが晴れた。バレる。つい口が滑って、周りの人に秘密がバレてしまった。バラす。友人の秘密を他の人にバラしてしまった。すり替える。スパイ映画で、本物と偽物をすり替える場面にハラハラした。 ばらまく。財布を落として道にお金をばらまいてしまった。またがる。青年はバイクにまたがると大きな音を立てて走り去った。またぐ。ガードレールをまたいで車道に出る。貫く。ピストルの弾が私の肩を貫いた。覗く。 不審な男がうちの中を覗いていた。控える。出演者はステージの脇に控えて出番を待った。怠る。練習を怠るといい結果は出せない。逃れる。犯人は警察の目を逃れ、海外に逃亡したらしい。逃す。 もう少しのところで金メダルを逃してしまった。おもむく。救援活動のため軍隊が被災地におもむいた。つぐ。私は将来父の会社を継ぐつもりです。打ち切る。怒った部長は話を途中で打ち切って部屋を出て行った。さく。包帯がなかったので、 布を裂いて傷口を縛った。裂く。相談したいことができたので、忙しい課長に時間を割いてもらった。割り当てる。大会の実行委員は、それぞれに仕事を割り当てられた。見なす。言語能力は、人間の最も優れた能力の一つと見なされている。見抜く。 どんなに表面を繕っても、彼女にはすぐに本心を見抜かれてしまう。見極める。本当に価値のあるものは何か、見極める目を持つことが必要だ。見逃す。忙しくて映画館に行けず、話題の映画を見逃した。見損なう。昨夜は帰りが遅く、毎週見ているドラマを見損なった。 見出す。彼は10歳の時、有名な画家に才能を見出された。おだてる。課長は部下をおだてて使うのがうまい。ちやほやする。あの若いタレントは、ちやほやされてすっかりいい気になっている。けなす。一生懸命描いた絵をけなされて嫌になってしまった。 冷やかす。彼女とデートしていたら、ばったり会った友達に冷やかされた。もてなす。お客様をご馳走でもてなす。使える。責任感のない上司に使えた部下は苦労する。導く。コンサート会場の案内係に導かれて席に着いた。背く。 彼は親の言いつけに背いてギャンブルに手を出した。慕う。彼女は子供の頃から慕っていた男性とついに結婚した。察する。彼女の顔色から察すると提案は通らなかったらしい。告げる。彼女は長年付き合った恋人に別れを告げた。促す。 何度返事を促しても彼は何も言ってこない。委ねる。調査結果の詳しい分析は専門家に委ねられた。訴える。隣人の迷惑行為があまりにひどいので警察に訴えることにした。親しむ。彼女は親しみやすい人柄だ。挑む。 日本記録を樹立した野村選手は来月世界記録に挑む。仰ぐ。夜空を仰ぐと綺麗な月が出ていた。拝む。合格できるよう神社で拝んできた。葬る。古墳は古代の皇族、豪族を葬った場所だ。思い切る。 彼は歌手になる夢を思い切り、故郷で音楽の教師になった。悔いる。あの人は過去の罪を悔いて、今では人のために尽くしている。生きる。社会の不公平に対し生きった若者たちがデモを行った。嘆く。子供の死を嘆かない親はいない。 うぬぼれる。彼女は自分が美人だとうぬぼれている。もがく。海に投げ出されて、もがけばもがくほど水に沈んでしまった。相次ぐ。今年は台風の上陸が相次いで大きな被害が出た。出回る。2月なのに市場にイチゴが出回り始めた。 トム世界には富んだ国と貧しい国がある。群がる。地面に落ちたキャンディーにアリが群がっている。溶け込む。あの新入生はもうすっかりクラスに溶け込んだようだ。はみ出る。はみ出す。シャツの裾がズボンからはみ出ている。はずむ。 このボールはよく弾む。粘る。この餅はよく粘る。化ける。日本では狐は人間の姿に化けると言われる。しぼむ。朝顔の花は朝早く咲いて昼前にはしぼむ。たるむ。洗濯物を干すロープがたるんでいたので、 貼り直した。盛る。茶碗にご飯を盛る。儲ける。児童福祉課では、親の悩みに応えるための相談窓口を設けている。催す。海外の首脳を招いて、宮中で晩餐会が催された。閉ざす。この部屋の扉は、もう長いこと閉ざされている。 埋め立てる。海を埋め立てて空港を作る。要する。ダムの建設に要する費用は約500億円と見込まれている。優先する。今は家庭より仕事を優先するという人は少なくなってきた。遠ざかる。恋人を乗せた飛行機がだんだん遠ざかっていた。 遠ざける。歌を歌うときは、マイクを遠ざけたり近づけたりすると上手に聞こえる。浸る。温泉にゆっくり浸って疲れが取れた。浸す。湯に体を浸す。滅びる。古代文明の多くは滅びてしまった。滅ぼす。 カルタゴはローマ帝国によって滅ぼされた。栄える。古代エジプト文明は3000年にわたって栄えた。定まる。来週の役員会で今後の方針が定まるだろう。定める。来週の役員会で今後の方針を定めよう。なす。 駅前にはタクシーが列をなしていた。担う。役職が上がれば、それだけ大きな責任を担うことになる。とどまる。英国で内戦が始まったが、大使館員はなお現地にとどまっている。とどめる。バスの運転手は乗客を車内にとどめたまま自分だけ降り、 道にあった障害物を取り除いた。スキル。貯金を切り崩して生活していたが、ついにお金が尽きてしまった。尽くす。行方不明になった娘を両親は手を尽くして探した。望む。そのホテルは海に望んで立っている。損なう。タバコの箱には、 タバコの吸いすぎは健康を損なう恐れがあるので注意しましょう、と書いてある。漂う。ふと見上げると、雲が空を漂っていた。満ちる。水が水槽いっぱいに満ちている。満たす。バケツに水を満たした。賄う。アルバイトで学費を賄う。 匹敵する。彼はまだ子供だが、大人の選手に匹敵する能力の持ち主だ。はびこる。手入れをしていないので、庭に雑草がはびこっている。陥る。円高により、A 社は経営不振に陥った。免れる。これだけ大きな失敗をしたら、 責任を免れることはできないだろう。勝る。うちのチームは攻撃力の点では相手チームより勝っている。帯びる。その花の色は青みを帯びた白だった。にぶる。最近練習を休んでいたので腕がにぶった。ありふれる。 この漫画はストーリーはありふれているが、絵が素晴らしい。冴える。冬の夜空に月の光が冴えている。際立つ。成績優秀な学生たちの中でも、彼女の頭の良さは際立っていた。ズバ抜ける。田中選手のテクニックは、チームの中でもズバ抜けている。